ちょっと慣れないと大変だね。いや、よくわかんないけどよくわかんないけど、とりあえず木の足場を、ちょ、足場作ろうぞ。足場を、やっぱ土台って大事だと思うんだよね。まあ、一旦これぐらいの広さで、で、ちょ、暗っ何も見えん、何も見えん。松明は？松明作れる？あ、作れた。目玉！ちょ、いった、いって、ちょ、死ぬ、死ぬ、死ぬ。ちょ、死ぬ！やばい、やばくね？壁が欲しいな。まあ、とりあえず、明かり、明かり確保して、壁、か、壁。こういうこと？あ、リス。よし。こんな感じか。あ、とりあえずね。とりあえずの家ね。で、作業台を置こう。はい。作業台置きました。あ、木のドア。ドアは多分ここを破壊しないといけないのかな。これぐらい？置けないんだけど。いや、置けないんだけど。
なんで？は？置けねえんだけど。足場だから？ナイス。ということはこれで置ける？あ、置けた。なるほどな、そういうことな。はいはいはい。オッケーオッケーオッケー、そういうことね。すべて理解したわ。こうしてこうだな。よし。だから、は？は？ちょ。は？嘘だろ？整地しなきゃ整地。これあれだな。いいな。壁。わかんねえけど。なんかはみ出してるけど。あ、なんか。は？は？木の壁はどうした？え？木の壁取れないんだけど。木の壁が置けない。ハンマーがいるの。あ、なるほどね。こうやって壁に松明とか置けるんだ。OKOK、ね、これで明るいじゃん。よし。家ができました。
よし。椅子。あ、座った。宿出しじゃない。あ、ちょっとお前、家の中にスライムただ、アドバイスコメントは特に見ずにやってる。なんか特にね、アドバイスコメントは求めていないので、この手のゲームってさ、いろいろ考え、風船ちょっとすげえ急に。急に飛んでくれやん。いやー、この手のゲームはね、やっぱりこの基本アドバイスコメントない方が、いろいろ考えてやる方が面白いからさ。あ、階段になるんだ。へえ。あ、へえ。な、あー、なるほど。へえ。あ、そうなるんだ。おお。新しい発見。なんだったらこれ2回2回作るか。おお、あ、2回作れんじゃん。いいね。これで上り下りできるから。わあ、2階部分が建築可能になりました。やったね。やべ、夜が来る。まずいな。早く囲わないと。早く囲わないと間に合わなくなる。よし、一旦囲って。
ばい、夜来ちゃこう言いましょう。空飛んでくるやついるからな、マジで。おいおい、気球が飛んでる。早く早く囲わないと。早く真っ暗になる前に囲わないと。やばい。あ、やばい、急げ急げ。おい、家の中にスライム入れてんじゃねえよ。早くしろ、間に合わなくなっても知らんぞ。よしよし。で、壁も張っていこう。木材取りに行かなきゃ。全然足んねえや、木材が。あ、間違った。また飲んじゃった。フクロウのポーションみたいなやつ。よし、できた。うるさいですよ。何時だと思ってるんですか。訪問販売お断り。おお、2階部分に何か置こうか。2階部分に宝箱でも置くか。宝箱。
わあすげえ。おお。宝箱置いて。シャンデリアとかもつけるか。あ、いいね。で、ピアノとかも置いちゃおう。4連ピアノ。絵とかも置いちゃおう。これに何の意味があるのか分からへんけど、デーモンアイのバナー、デーモンアイのバナー、ドリップラーのバナー、ゾンビのバナー、ゾンビのバナー超ついてるけど、この家凍った宝箱を飾って、これ囲ったら育たんか、もしかして。
サラの瓶を置きます。で、これで、あ、クラフトできるようになってる。よっしゃ、よっしゃー、きたな。これ測ってなくならないの、これ測っとれた破壊し取れるんだけど、取れるんだこれ、取れるんだこの破壊し。これだとちょっと狭いか。さすがにこれは独房じゃねえんだからな。ちょっと狭すぎるよな。さすがに狭すぎるか。独房だもんな。どれぐらいかな。壁も作りつつ、扉も作って、で、テーブルと椅子。よし。で、反対も一緒だな。
12マスある。多分これでいけるはずで、とりあえず1回ずつ作っといて、適切です。え、誰か住んでる？は？誰か住んでるって言われてんだけど、この住居に誰か住んでいますって。誰？おい、あいつ誰だよ。おい、誰か住んでる？お前の家だったの？早く家帰れ。ああ、この耳？君の声がよく聞こえるようだよ。リスのフック。レザーウィップ。猫、猫ライセンス。猫を町に呼ぶのに使う。ほう。うさ耳。うさぎの尻尾。もうすでに誰か住んでるって。画家のルチアーノ。おい、家の中入れって。チタンみたいに真っ白な気分なんだ。そっとしておいてくれ。家に入れよ。家に入ってくんないかな。あいつ家に入ってくんないと。あいつ家に入ってくんないと。あ、いつの間にか入ってる。よしよし、わかった。入ってくんないと閉じ込められないじゃん。あ、待て。あ、これミスったな。1階部分は通路にすればよかった。あ、前は地下から入れるようにすればいいか。
ハンマーがいる。あ、ハンマーが、まあいいか。次は誰が住んでくれるのかな。楽しみだね。材料が足りなくなってきた。よかったよかった。そんな監禁だなんて、そんな、そんなひどい言いがかりだよ。袋邪魔。よいしょ。よし。ハウジングチェック。明かりが不足してますな。明かりね。じいさん、ここ来い。引っ越し。こうしようか。
そんな人聞きの悪い、監禁やら収容やら、あんな人聞きの悪いことばっかり言って。ここはマンション、うん、渋谷ヒルズです。石油王、久しぶり。あーでもちょっとあれか、こうしてこれをこうだな、でこうか。どうにか出られ、あでもこれでも出れるんか、なんとか出られへんようにできるのかな。やっぱり、なんとかならんもんかな。出るなよ。よし、分かっとるやないか。今おるのこいつらだけ？あ、ナースが。よし。1階をね、通路にするつもり、最終的にはね。最終的には1階を通路にするから。よし、渋谷ヒルズ、もっとなんか住人いっぱい欲しいよね。で、こいつをここにして、こいつをここにして、こいつここにして、どうするか。よし、 OK。
夜まで戻れよ。夜までには、お前ら夜までに部屋戻れよ。いいか。お、屋根、屋根です。屋根裏、家建てんのもちょっと楽しいな。に収納するスペース作ろうかな。屋根裏収納スペース。何失礼な。そんな言いがかりはよしたまえ。右と左のデッキとかそういう言いがかりよしたまえ。
流れ星。見てこの幸せそうな住民のね満足そうな顔。うーん、みんな実に満足そうな顔をしている。素晴らしいじゃないか。なんか額縁みたいなないんかな。なんかマイクラのさ額縁みたいになんかこの宝箱の上のスペースに貼り付けて、その何が取れる、何が入ってるかを一目瞭然で分かるようにしたいねんけどな。これでできるはず。あったあった、アイテムフレーム。とりあえず6個ぐらい。で、アイテムフレームをこうしてこうしてこうしてこうだな。でアイテムフレームに多分こうすればいい。こうするとここにインゴット類を入れると、あっ、ハップの捨てるのだ。ここにインゴット類を入れると。なるほどね、なるほどなるほど。でここにポーション類を入れたりとかってことやな。ってことや、ってことですわ。こうすると。こうすると立体的な闇ができるって動画で見た。
夜になっちゃった。またブラッドモン。ブラッドモン多くね、本当に。また暗くなっちゃった。あ、なんかおかしくなったな。屋根の形がおかしくなってまた。テラリアってどういうゲーム？テラリアは 2D 版のマインクラフトみたいなゲームです。よし。
めっちゃ金魚。まあいいや。我が物顔で俺んちに住み着いてんなこの。石像。よし、いやーいいマンションになってきたな。いやいいマンションになってきたな。よし、ちゃっかりおるな。あ、違う。まあ。よし。
よーし、ええ感じ。ええ感じやん。ええ感じですわ。よしよし、家もできたし、武器商人、武器商人をここに住まわせて、ゴブリンさんをここで交代で、どうぞどうぞゴブリンさん、ここに住んでもろて、住人もねこんな感じで増えたな、住人、住人増えましたね。ということで本日もご視聴いただきありがとうございます。それではまた次の配信でお会いしましょう。おつじめ。